ちは、ハンドメイド作家のルピナスです。今回は地層ネイル風のニュアンスアートをご紹介したいと思います。それではどうぞ。モールドの詳しい作り方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてください。ラウンド型で作っていきます。ベースのグレージェルから塗り広げていきます。中心から外側に向かって塗っていきます。塗りムラをなくすために筆は寝かせるようにして筆圧をなるべくかけないよう優しく塗っていきます。反対側のラウンドも同じように塗っていきます。ジェルが外側や側面にたまりやすくなって垂れていってしまうので中心から濃くなるようにしています。一度塗るとすぐに硬化はせずにジェルをなじませておきます。はみ出てしまったジェルは綿棒で拭き取ります。均等の厚みになるように広げています。マットジェルは全体に塗り広げていきます。ここで塗り忘れがあると再度塗ることになるので丁寧に塗っていきます。ホワイトジェルでニュアンスアートを描いていきます。地層をイメージして広げていきます。レジン液で濃く固まっている箇所をぼかしを入れながら雲のようなニュアンスアートを描いていきます。アートの詳細のフル動画は概要欄ファンティストのレッスン動画よりご視聴いただけます。ぜひこちらのショート動画も最後までご視聴ください。再度ホワイトジェルでメリハリを作っていきます。
模様が完成したので、最後にレジン液でコーティングを行います。大きな気泡はなるべく潰したり取り除いておいてください。はい、完成しました。厚みが足りなかったり、まだ表面がベタベタとする場合は再度コーティングと硬化を行ってください。金具の付け方は概要欄ファンティストよりご視聴いただけます。ぜひそちらも参考にしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。インスタグラムもしているので、ぜひそちらも遊びに来てください。